カツキョメは化石哺乳類の目の一つ。夕日詰め動物に含まれる。足指が減少する方向に進化し、三本指の種や馬のように一本指の種すら排出した。ラトプターナは単純なスネを意味する。カツキョモクに属する動物の化石は南アメリカのみから発見されている。はじめ彼らは動物賞においてありふれた存在であり、分化しつつ繁栄したが、 更新世には絶滅した。初期の形態はカフシメに近いものであった。おそらくは南アメリカのカフシメから分化したものだと考えられている。しかし、カツキョメが他の夕日詰め動物とは完全に起源を別にすると考える研究者も増えている。つまり、その考えによるとカツキョメは仮説目とは無関係ということになる。いずれにせよ。 カツキョメなど南米の夕日メ動物は長期間に渡って孤立した島大陸だった南アメリカ大陸で早くから独自の進化を遂げているため馬ひ爪中目という新たなクレードに分類することを提案されている。マクラウケニアはカツキョ目の中では最も進んだ属で南北アメリカの陸橋開通を生き延びた唯一のカツキョメである。ただし更新世には絶滅した。 かつきょめは、孤立した南アメリカ大陸で、適応放散を遂げた。かつきょめは、この葉を食べるもの、草を食べるもののニッチを占めた。結果、かつきょめは、ローラシア大陸で、同様のニッチにある馬やラクダと似た外観となった。数はカツキョメ、かつきょめ、木メメ、ひずめめ、玉、ひずめめ、クジラめ、ムニクハメの系統樹として提案されているものの一、例である。 ありがとうございます。